1つ目の準優勝戦10レースは高枠細川優子と三浦愛理がきっちりとスタートを決めて、まずは優勝戦進出を決めています。続いての対戦は第11レース2つ目の準優勝戦、1号艇に足立美穂、2号艇浜田有沙、3号艇渡辺由美、4号艇深川真奈美、5号艇川野芽衣、6号艇福島陽子です。ゆっくりと6名が枠番通りにコース体系を固めていきます。去年の浜名湖オールレディースを上回る好成績で準優勝戦絶好枠を手にしました1号艇の足立美穂。その足立が人気の中心で、2コースに2号艇の浜田有沙、その奥センター3コースが人気対抗格です3号艇の渡辺由美、さらに奥3艇すでにばらけていまして4号艇の深川真奈美が4コース、5コース定番通りに5号艇の川野芽衣、川野が5コースサイアウト、6コースが6号艇福島陽子。コース争いに動きはなく枠番通りすんなり3対3と並び固まりました。角は4コース4号艇の深川、向かい打つインには人気の中心足立美穂。2つ目の準優勝戦第11レース、スタートまで今残り10秒です。インコースから1番2番3番4番5番6番です。準優勝戦の11レーススタートしました。インの1号艇の足立が好スタートを決めた。そのまま出ていく、先に待っていく、2コースから2号艇の浜田が切り込む、センター3コースから3号艇の渡辺、外を待っていきました、内をついて4号艇5号艇バックへ入った。足立はターンが流れていきまして2号艇の浜田が並べていく、そして最内からは5号艇の川野芽衣も接近していきます。11レーススタートは正常でした。再打ち上げて5号艇の川野接近していく、2号艇の浜田が抑えて外、1号艇の足立は待って2人の内側へ刺してホームへ折り返しますが、先頭ここで抜けた2号艇の浜田有沙、2番手1号艇の足立美穂、外から並べていく5号艇の川野芽衣と2番手争いが接戦です。21マークの旋回、2番手ですが内側から1号艇足立が先に待っていく、5号艇の川野がつけて回ってバックへ入った。2番手の次はアウトコースから今度は5号艇川野芽衣の方が2停止ほどリードを取りました。3番手に交代1号艇足立美穂、上位体系は2番5番1番です。2周2マークの旋回に入ります。2番手ですが内側から5号艇、先手を取るのは川野芽衣、1号艇の足立が内へと指して追走しますが、2番手は5号艇の川野芽衣、体系は2番5番1番251の体型です。4番手は4号艇の深川真奈美、5番手が6号艇の福島陽子、最後方は3号艇渡辺由美が続いています。最後のバックストレッチへ先頭に入っていきます2号艇の浜田有沙、2番手には5号艇の川野芽衣で、3番手1号艇の足立美穂、上位体型は2番5番1番251の体型です。後方3艇は4番6番3番の順に続いています。ラストコーナーの旋回から最後のホームストレッチへ2号艇浜田がクリア、2番手は5号艇の川野、足立美穂は3番手、上位体系251、第11レースの準優勝戦先頭2番の浜田ゴールイン、2着5番の川野、3着1番の足立ゴールイン、続いて4番の深川、6番の福島、ラストは3番の渡辺ゴールイン。